マーク5客車及びマーク 5A 客車はイギリスの鉄道向けにスペインのカフ社が製造する客車である。マーク5客車はカレドニアンスリーパーがマーク 5A はトランスペナインエクスプレスが使用する。新形式の客車がナショナルレールに登場するのはイギリス国鉄時代の1989年から1992年に製造されたマーク4客車以来となる。 ナイトリビエラと共にイギリスに残る寝台列車の一つであるカレドニアンスリーパーは2015年に列車の運営権がスコットレールからセルコへと移管された。その際、セルコはカレドニアンスリーパーに使用されていたマーク2客車及びマーク3客車を置き換える新型車両を用意することを条件として示され2015年2月に カフシャと新型客車製造の契約を交わすこととなった。この客車がマーク5である。カレドニアンスリーバーは分割平行編成も含めて最大16両編成であり、その本運用に用いられる64両と予備車11両の合わせて75両の製造が予定されている。車両は座席車、ラウンジカー、寝台車など5種類が用意されており、 そのうちファーストクラス座席車は、航空機のファーストクラスと同等の座席が用意され、高い快適性が実現している。チェコのベリム鉄道試験船を用いた試験運転が2017年4月から行われ、2018年1月にイギリスへ到着。当初は2018年10月からの営業運転開始を予定していたが、実際は2019年4月29日からとなった。 2016年にトランスペナインエクスプレスは、カフ社と新型車両製造の契約を交わした旨を報告し、その中で68系機関車によって、牽引、推進される5両編成の客車、マーク 5A の導入が発表された。編成は、機関車側から、ファーストクラス座席車、スタンダードクラス座席車、スタンダードクラス座席車、乗務員室付きスタンダードクラス座席車、 スタンダードクラス座席制御車となる。また、同時に、カフ社は、トランスペナインエクスプレスによるフランチャイズが終了するまで、マーク 5A など、カフ社製の車両の保守、修繕を手掛ける契約も交わしている。ベリム鉄道試験船での試験運転は2018年5月から実施され、当初は2018年周期からの導入を計画していたが、 イギリスでの試験運転開始は2019年4月からとなった。営業運転開始は同年8月24日である。なお、トランスペナインエクスプレスでは新規に登場する列車にノバという愛称を付けており、68系機関車とマーク 5A 客車による編成はノバさんと呼ばれる。ありがとうございます。